奥田義人から1917年8月21日は、明治時代から大正時代にかけての日本の官僚、政治家、法学者、ジュニー、君位等、法学博士、男爵、号は秋県、衆議院議員、貴族院議員、第一次、山本内閣で文部大臣兼司法大臣を歴任したほか、晩年には壊れて、東京市長も務めている。また、 中央大学の創設者の一人で、第二大学長。郵美軍、クリア町で生まれた。陽名は富め三郎。父、奥田哲三は、六高三百国の鳥取藩士で、作事組頭、武術師藩を務めた。七歳の時藩の呪者、坂田純三の門弟となり、藩校、久野理官に入学、四書五教の素読を終わって、大いに学力を身につけた。 鳥取編属中学校に入ってからは、成績群を抜き、再三球長を務めた。名古屋英語学校、京都府中学校を経て上京、東京に第一歩を踏み入れた。明治10年9月3日のことである。不眠不休で勉強して、大学予備門への入学を果たした。明治13年7月東京大学法学部に入学。 明治17年7月優秀な成績で東大を卒業した。反抜の後ろ盾のない議人は、北垣国道の口添えで、伊藤博文の地具を終え、寛解入りした。議人の振り出しは、大上官御用係で、伊藤美代寺らを補佐して、憲法起草に当たったが、内閣制度発足とともに、脳症無省参事官となった。以後歴代内閣にあって特許局長。 内閣官房局長、衆議院初期官庁、通月と無事官、農商務次官、厚生局長官を歴任。明治36年3月、鳥取県鳥取区と神奈川県横浜区から無所属で、第8回総選挙に立候補して当選し、政界入りを果たし、神奈川県横浜区の当選を辞退して、加藤公明が繰り上げ補充となった。 明治37年3月の解散後は、鳥取県鳥取区から第9回総選挙に、無名クラブ公認で立候補して、再選を果たす。明治41年4月21日、宮中顧問館に任じられ、1913年2月21日まで、在任。明治45年5月27日、貴族院直選議員に直任された。大正2年第一次。 山本内閣が発足すると文部大臣を拝命、鳥取県出身者としては初の大臣となった。在任中、文部省官制を改正し、内務省宗教局が扱っていた宗教行政を新設の文部省宗教局に移管し、行動宣布運動を推進した。その後、同内閣の松田正久法相の病気辞任により、司法大臣を兼任したが、 シーメンス事件のため、大正3年3月には、内閣総辞職となった。のに下った奥田は、中央大学学長に迎えられたが、翌年6月東京市会の強い要請により、東京市長に就任。大正6年8月21日、監修用のため病没。死去の1週間前8月14日に、多年の功績により、男爵を除釈した。奥田義人。 ありがとうございます。